モンローはアメリカ合衆国ジョージア州の中央部北に位置するウォルトン郡に属する都市であり、同郡の郡庁所在地である。州都アトランタの東にあり、アトランタ大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は13,234人だった。モンローは1818 18年に新しく設立された、ウォルトン郡の郡庁所在地として設立された。 1821年には町として法人化され、市としては1896年の法人化だった。1900年代には州内でも綿花の生産量が高い地域だった。市内の綿紙工場2つが地域経済の推進力になっていた。現在この工場は綿紙を生産していないが、アンティークのマーケット、祭寺会場、特徴ある小売店など、 地域のために経済を活性化させる空間を提供している。モンロは歴史と魅力のある中心街を抱えたメインストリート地域社会となっている。モンロー氏は北緯33度47分36秒整形83度42分39秒、北緯33.7933 33度整形83.71083 83度、 33.79333-83.71083に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.5平方マイルであり、このうち陸地10.4平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.05%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウォルトン群教育学は、 修学前から12年生まで公共教育を管轄しており、小学校9校、中学校3校、高校3校が入っている。上勤の教師は675人、児童生徒数は1368人である。公立学校、小学校、中学校、高校、私立学校、門ン市の北をアメリカ国道78号線が東西に抜けている。西は、 アトランタ市、東はアセンズ市に通じている。市の東でジョージア州道83号線が分岐し、南のマディソン市に向かっている。市内にはモンロー・ウォルトン軍空港という小さな空港がある。モンロー市の東端、ユニサドライブ沿いには多くの産業が固まっている。ありがとうございます。